はいどうも、リハビアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、呼吸と心を整えると肩こり対策になるとして、そのためのポイントをですね、解説をさせていただくんですが、まずは、暮らしを通じて呼吸と心を整える方法、主に2つ紹介させていただきます。1つは、日々の生活の中で、姿勢と呼吸を整えるということをぜひ意識してください。で、同じ姿勢を取り続けるということは肩こりの最も大きな発生要因というふうになります。なので休憩を挟みながら座りっぱなしを防ぐですとか、セルフストレッチをこうしていただいてこまめに姿勢を修正し整えるなんてですね、いい姿勢を意識をすると同時に呼吸を整えるようにしていただくとより効果的です。1日の中で例えば横隔膜ですとか胸郭の動きを意識して修正をするということだけでも慣れてくるとこれ無意識のうちにできるようになってきますので、ぜひ行っていただければというふうに思います。で、あと普段の暮らしの中においても、例えば長距離の運転をするとか、長時間デスクワークが必要であるとか、あれスマホをこうずっと使ってるなんていう場合は可能であれば避けていただきたいんですが、難しい場合はこまめに休憩を入れるということをお勧めさせていただきます。それから洗濯物をこう干したりですとか、あの棚の上のものをこう取り出すなんていうような形で体をこう大きく伸ばす動作というのは、実は結構胸の動きがですね制限されてしまって、呼吸にですね予想以上に負担をかけてしまうというところがあります。なので対策としては、まあ事前にですね手の届きやすいところに持ってくるですとか、あの普段使用している例えば机ですとか、あの椅子ですとか、テーブル、あと作業台なんかも含めてなんですが、こういったものの高さを見直して自分の体に合ったものにするということも有効な方法になってきます。で、2番目のポイントとしては、無理や我慢しない範囲で楽しみながらストレスをケアして心を整えてください。あの肩こりとストレスというのは互いに影響し合う関係にあるというふうに言われています。なので両方同時に解消を目指すということが効果的です。で、その際ストレスをやっぱり溜め込まないことですとか、それからリラックスできる時間を確保するということが大変大事になってきます。なのでだからでもおすすめなのが、自分が好きな遊びですとか余暇活動を取り入れながら行っていただくということ、それからいつどこでどのように行うか自分で決めて行うということが特に有効であるというふうにされています。で、こういうふうにこう行動を変化させることで気分も変化して、結果それが肩こり解消につながるというところがあるので、ぜひこれはですね体感していただいて参考にしていただけると幸いです。で、この呼吸と心を整えるという概念、まあ観点からの肩こり解消法として、まあ、このチャンネルでもたびたび紹介させていただいているんですが、マインドフルネスというのも有効であるので改めて今回紹介させていただきます。マインドフルネスというのは、今この瞬間の体験に意識を向けて、とらわれのない状態で自らの心の状態に気づくことというふうに定義をされています。これによってですね、自己認識を高めることで過剰な高ストレスを抑えることができますし、肩こり改善も図ることができるというふうに言われてはいるんですが、その手法としてですね、瞑想を科学的に取り入れたマインドフルネス呼吸法というものがあります。具体的には体の力をまずこう緩めていただいて、背筋を伸ばして姿勢を整えていただいた後に、おへその下に手を当てて、お腹にある横隔膜の動きを意識して行います。で、この状態で5秒口から息を吐いて、3秒鼻から息を吸って、2秒息を止めるという一連の動作、呼吸を繰り返していきます。これによってですね、脳内の酸素の供給がこう増えてきますので、私たちの集中力ですとか、ひらめきを司る部位というのが活性化されます。また、これによってですね、怒りを自覚するということがよりできるようになりますので、そうすると怒りを抑えることもできますし、安らぎとか癒しをもたらすということにもつながりますので、これがですね、医学的にも証明されていますので、肩こり対策にもなってきます。で、ポイントは、空気が鼻から入ってくるとか、お腹がこう空気で膨らむということをですね、今この瞬間にやはり意識を集中して、どうしても呼吸早くなりがちですので、こう呼吸を深くゆったりとしたものにするということができるようになると、このマインドフルネスの効果さらに高まりますので、ぜひ実践していただけると幸いです。
今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。